坂井翔太郎、坂井翔太郎、坂井勝太郎。1920年3月6日から2009年4月12日は、日本の競馬騎手、調教師。1937年に、札幌競馬クラブ、後に、日本競馬会国営競馬日本中央競馬会、所属で、騎手デビュー。第二次世界大戦を挟み、1966年までに、 八大競争三勝を含む540勝を挙げた。騎手引退後は調教師に転身。1970年代後半より、俗に桜軍団と呼ばれた、全園職、桜コマース所有場の主選級者として、1988年度、東京優秀、日本ダービー優勝場桜千代の親、共に、GI 競争優勝場で、種ボ馬としても活躍した、桜豊を、 桜爆心王親子、1996年度、JRA 年度代表馬の桜ローレルなど数々の活躍馬を手掛けた。1997年2月末をもって定年引退し、以後は競馬評論家として活動した。日本中央競馬会所属の長教師、坂井正勝は、長男、長教助手の小島良太、小島勝造、騎手の小島太一は孫。 1920年、北海道岩内郡省、沢村、京和町に、鉄道院の三男として生まれる。小学生の頃から、近隣の牧場で牛追いを手伝い、隣町のくっちゃん競馬場で見た、競争馬の姿にも見せられ、騎手を志した。1935年に、札幌競馬クラブの清水茂寺旧社に入門。全国の競馬クラブが統一され、 日本系馬会が発足した翌1936年に騎士免許を取得し、同年7月7日に札幌で初騎乗1937年4月の小倉開催で初勝利を挙げた騎乗馬本落。清水は弟子に積極的に機会を与える調教師であり、堺も当時の新人騎士としては騎乗馬に恵まれながら過ごした。一方で騎乗内容には、 非常に厳しい面もあり、勝ったにもかかわらず、殴られることがあったという。1940年には、貧馬のニッパトアで特殊競争、重賞競争の札幌農林省商店4歳コバに、勝利。なお、ニッパトアは1942年秋に、当時のコバ最高格競争、提出後商店を制したが、この時清水が、間違えて、弟弟子の荒谷幸吉を起乗させ、 非常な不満を抱いた井は、酒に酔った勢いで包丁を手に、清光の自宅に押しかけようとしたという。1944年には、清水旧社の栗山とで、農商務省商店、後の札幌省を制し、クラシック競争初制覇を果たした。同年結婚したが、太平洋戦争の最中であり、直後に徴兵を受ける。激戦地である、 ガダルカナル島への要因であったが、入隊前日に、同島の日本軍が壊滅し、ガダルカナル島の戦い、戦地域を免れる。三ヶ月後、改めて、旭川の部隊に配属され無線係を務めたが、その四ヶ月後に終戦を迎えた。なお、山口進む著、名和名記指名勝負では、長兵歴について1943年に、王将の後一旦帰還し、 1944年9月より最王将とされている。戦後は騎手として復帰、条件の良い旧車を転々としながら騎手生活を続けた。1950年には戸佐三鶴で大賀賞に優勝し、クラシック2勝目を挙げる。同馬は当時所属していた星川泉市級車で堺が急務員も兼ねた持ち乗りであった。同馬は 大歌賞を前に強い状況をかけられて、飼料を食べなくなってしまったが、堺の手からは、わずかずつ食べることを見て取り、夜通し食べさせ続けたといい、騎手時代の一番の思い出としてこの大歌賞を挙げている。また、1953年には、クインナルビーで、貧馬として、史上4頭目の天皇賞、秋制覇を果たした。総派タイム3分23秒0は、 当時のレコードタイムであった。境は同馬について、体の柔らかさが非凡で、姉妹の非常に切れる馬だった。よく乗り役が、ベンツとトラックの違いというのだが、体が柔らかく、乗り味のいい馬は、大変走るものだ。クインナルビーは、まさにベンツの乗り味だった。先行タイプの騎手だった僕も、この馬に乗る時だけは、後方待機の直線教習と決めていた10回している。 1957年には腎臓を患らい1年の入院を経験。翌1958年、中山競馬場の久保田金蔵級者から、日本ダービー優勝は第五誉れの騎場を頼まれ、以後拠点を関東に移す。1964年7月25日、史上13人目の通算500勝を達成した後、1965年をもって騎士を引退した。 騎士通算成績は3,070,540勝。うち8大競争3勝を含む重賞8勝。1966年、長教師免許を取得し、中山競馬場白い分場で9社を開業。1973年、管理場競泳グリーンが、スプリンターズステークスを制し、長教師としての重賞初勝利を挙げる。当時は、競泳や、 インターの冠名を用いた大場主、松岡正雄が旧社を支え、1979年には松岡、足部寺氏一志、西川幸男の共同所有馬、スリージャイアンツが天皇賞、秋を制し、八大競争制覇も果たした。またこれに先立ち、開業当初からの付き合いだった場主の住高氏のつながりで、桜コマース会長、全員職と知り合い、 その所有場を任せられるようになる。以後、桜の馬で毎年のように重傷を制し、1986年には桜豊かおで天皇賞、秋に優勝した。また、1988年には堺、井、と密な付き合いを続けていた、谷岡牧場の生産場桜千代の尾が、日本ダービーに優勝し、堺は開業23年目、競馬会入りして53年目にして、 ダービートレーナーの称号を得た。この競争の最後の直線で、桜千代の王は、ベジロアルダンと競り合い、一旦交わされたことから、坂井は二着でいい。二着。と叫んだが、ゴール寸前で再び差し返しての勝利であった。勝利を知った坂井は、腰が抜けて立てなくなっていたという。同年12月には、 千代の王の弟の桜北東が朝日杯三歳ステークスを制し、前年に勝っていた千代の王と兄弟での連覇を達成した。1993年12月、全園職が死去。その9日後に行われたスプリンターズステークスでは、桜豊王の子、桜爆心王が優勝を果たした。イ場修行は、息子の全勝列が引き継ぎ、桜爆心王は、 翌1994年のスプリンターズ・ステークスも連覇した。さらに1995年には、桜千と王、桜キャンドル兄弟がそれぞれ天皇賞、秋とエリザベス女王杯に優勝。長教師生活裁判年の1996年には、坂井が自身が手掛けた最強馬と評する桜ローレルが本格化を迎え、天皇賞、春と年末のグランプリ競争、 有馬記念に優勝して、年度代表馬に選出された。有馬記念は、堺が死ぬまでに何とかして一度有馬に勝ちたいと念願していた競像であり、ラストチャンスでの勝利となった。同年境も東京競馬記者クラブ賞を受賞した。1997年2月28日をもって、定年により調教師を引退。 調教師としての通算成績は52002656勝、内重賞は8大競争、GI 競争11勝を含む53勝であった。引退後は競馬評論家として活動。スポーツ日本史上では、水戸高門をもじった、ミ保高門の愛称で呼ばれ、自身の経験を交えた、わかりやすい予想解説で人気を博した。百九十八年には、 サツ賞と大賀賞を連続的中させ、スポーツ日本から感謝状を送られている。また、騎手時代からの親しい付き合いで、同志大阪本社と契約していた、浅見国一とは、東西予想マッチという形で仕事を共にした。市場での活動のみならず、全国各地のイベントにも足を運んだ。2009年4月12日4時54分、JST、合併賞のため成居。 開業当時、旧社を置いていた、中山競馬場白い分場は、平地であった上に、馬場が小さく、路面も劣悪で、当時主流だった、長距離を走らせる調教ができなかった。境は、苦肉の策としてご波論、1000メートル程度の距離で済ませる、調教を試みたが、思いのほかに成績を上げることができたことから、1978年に、旧社が、美保トレーニングセンターに移ってから、 同様の方針を取り続けた。短い距離で済ませる状況は、時代が下ってから主流になるもので、境は、馬場の狭さからいち早くこれを取り入れることができた。また、小商売の八割から九割は、低鉄で壊すという持論を持ち、想定時には、鉄は、必ず僕の見ている前で、僕の言う通りに売ってくれ。馬を勝手に引っ張り出して、売ったりしたら金は払わんと言っていたという。 著書の中では、人間が合わない靴を履いていれば、靴ずれを起こすように、馬は、フィットしない低鉄を履かされて、ガラスの足を痛める、種ボバの質、育成のノウハウ、ババの高速化などで、レースが速くなっている。馬の足への負担も計り知れないわけである。紙一枚の削り方にもこだわって、少しでも負担を軽減してやらなければならないと、述べている。桜ローレルは、 堺の定年後に行ったフランス遠征で、屈腱不全断裂という重度の怪我を引退に追い込まれたが、堺はこれも現地の想定死に原因があったとしており、足に爆弾を抱えていた豊タがあそこまで走れたのも鉄のおかげです。ローレルは鉄でダメになったと述べている。調教師時代は自身の管理場の状態やレースに向けての意気込みで、 強気な発言を繰り返したことから、井ラッパと呼ばれた。発言に結果が伴わないこともしばしばであり、堺氏の吹いた馬は消し、レースに勝たないという意図も言われていた。競馬評論家の大川慶次郎は、新聞記者には、調教師の言うことを100%信じている人が多いから、堺厩舎の馬はいつも人気になって、ファンの期待を裏切ることが多い。特に GI の前に、 新聞やラジオのコメントを聞くと、いつもデビュー以来最高の出来ですとしか言わないんですよ。坂井さんは本当にそう思ってるのかもしれないけど、かっこ笑い、そういうマスコミ泣かせの発言をするところが、僕は嫌いでと述べている。一方で、ライターの石田敏則は、現場で取材していると坂井が口にする強気なコメントは、こう喋れば、記事を書きやすいだろう。 という、いわばサービス精神の発露として感じられることがあったと述べている。堺自身は、著者の中で、1996年の有馬記念を前に、今の桜ローレルを任せる馬は、日本によらんでしょうと発言し、新聞に、堺ラッパー、鳴り響くと書かれた出来事を引き合いに出し、僕のことを、ラッパだなんていう奴がいる。中略、何がラッパなものか。 せっかく正直な気持ちをはっきりと言ったのではないか。腹が立って君たちもう僕のところに話を聞きに来るんじゃないぞと文句を言ったことがあったと不快感を示していた。最大の講演者であった全演職との関係について、酒井は会長あってこその堺だった。もし会長と巡り合わなければ今頃私はどうなっていたかわからない。 アワシリの刑務所に入っていたかもしれないと述べている。桜爆心王などを生産したヤシロダイファームとの付き合いも、前の提言から始めたもので、ヤシロダイファームの所有主母が、ノーザンテイストの子が活躍を始めた頃、北海道に赴く飛行機の中で、これからはヤシロダイの時代が来る。ノーザンテイストの時代が来る。だから、今日はまずヤシロダイによって、 何頭か買っていこうと悟すように言われたといい、境はこれについても大変な先見の命と述べている。一方で、自身の弟子を差し置いて、前は実施のように可愛がっていた小島太志を乗せ続けなければならなかったことについては、当身にはじめ僕の旧社の所属騎士たちには随分可哀想なと押した。乗せてやりたくても何しろうちの管理場の7割までは桜さんの馬で、 ふとしが乗るものと決まっていたのである。例えばうちの東がふとしと比べて明らかに腕が劣るならまだしも、はっきり言って、ふとしの気乗はおよそ僕を満足させるものではなかったと不本意だったことを明かしている。ただし、境は小島の騎乗フォームについては日本一と評しており、また、桜豊王の天皇賞と桜千代の王のダービーは小島の腕で勝ったようなものとも語っている。 カッコ内は堺井気象時の優勝重賞競争。八大競争優勝場その他重賞勝利場、括弧カッコ内は堺管理下の優勝重賞競争。安田記念、スプリンターズステークスは、GI に格付けられた1984年1990年以降のみ、GI 級として扱う。八大競争、GI 級競争優勝場、その他重賞勝利場、バー、太は、 文科生。括弧内は、旧社所属機関と所属中の職分。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。